それでは椅子に座って4番目です。もも上げ、膝上げいきたいと思います。右足から上げてみますね。ゆっくり上げます。少し我慢します。1、2、3、4、5、はい、下ろして左足、1、2、3、4、5、声を出してくださいよ。3、はい、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、反対、1、2、3、4、5、かなり上がってきました。1、2、3、4、5、はい、いいでしょう。かなり上がってきますね。こういうのがとても大事です。できなくてもいいですという気持ちで頑張ってみましょう。さあ、少し早くしたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8という感覚でいきたいと思います。さあ、一緒にいきましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、もも上げです。3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、結構です。少しずつ動かしていくということがとても大事になりますので、皆さんも無理のないように、できるだけでいいです。頑張りすぎないで少しずつ続けることが大切かなと思います。人生100歳の時代です。100歳まで自分の足で歩いて生き生きした生活ができるといいですね。